本日はスカイツリーより高い球場で遠投。そしたらガチで衝撃の記録が出ちゃいました。超えた。本日は日本一標高が高い野球場で野球やってみた。本日はですね、はい、プロ野球使用球場の中で日本一高い松本市野球場に来ております。いや、いいですね。ここはですね、あの641mかな、うん、あの標高が、うん、なんとですね、東京スカイツリーと同じぐらいにいます。そうだね、なんだかスカイツリーの方がちょっと低いから、ちょっと低いよね、うん、あのここでやりたいのが、標高が高いとこってなんかよく球が飛ぶとか言われるじゃないですか。そうですね。本当なのかと。ちなみにネット調べでは、300m 標高が高くなるにつれて、その 7m 飛距離が伸びるというふうに言われてるんですけど、僕らが実際にやっていこうじゃないかと。確かに、うん、ちなみにここ641ってことは 14m 伸びる。そうよ、単純計算ね。まずここでは、まあ、僕ピッチャーなんで、うん、変化球とストレート投げたりして、うん、低いところに比べてどう変わるのかっていうところを見ていきたいと思います。 OK です。テクニカルピッチ来ましたね。これを使って僕らが普段いる低いところ、うん、と比べてこの 641m のこの松本市野球場で投げたら、回転数とかあとスピード、うん、と変わるんかなっていうのを見ていきたい。そうだね。ちなみに去年の年末に私が全力を出したところ129キロでした。これを比較対象として見ていきたいと思います。標高が高いと空気抵抗が少ないため球が速くなるとされているが、果たして本当に変化はあるのか。キャッチャーは弾丸メンバーの石田。119キロ、1822。おいおいおい、昨年のプロジェクトを超え始めてきたぞ。え、昨年のプロジェクト何キロ出たんでしょう。29。この力感を抜いて去年のマックスが出た。これは明らかに球速アップを私は感じられました。続いてはスライダー。標高が高いと空気抵抗が弱くなり曲がらないという噂があるんですけども、こちらも果たしてどうなってしまうのか見ていきます。おうおうおう、あれでもスライダー落ちないな。曲がってない。落ちてないですよ。前も。170キロ、1405。球速不足か。え、でもいつもだったらバンバンしてる感じです。おう、もしかしたら気のせいかもしれないんですけど、回転数の割に変化量が少ないという気がしました。これも標高のせいなのか。続いてはツーシームで見ていきたいと思います。ツーシームいきますね。お願いします。あれあれ、え、たまたまだよ。たまたまだよ、今、大玉や。いや、深め握りますね。あ、今のはまあ、ツーシームっぽいツーシームだけど。112キロ、735。普段いつも落ちますよね。もっと落ちる。スプリーム、これが、なんか落ちないっていう調子の悪い時、あんまないの。はいはいはい、安定して投げれる球種だから。ここでネットで調べてみたんですけど、空気抵抗が低くなると何が起こるかというと、ストレートやスライダーのように空気抵抗を利用するボールはホップやスライド成分が低くなるらしいです。不思議ですよね。そしてツーシームは回転をそんなに利用しないんですけども、空気抵抗が少ないため球速が上がって落ちる前に到達してしまうらしいです。とは言いながら、私には難しい内容だったのでネット調べを頼った検証になっております。物理に詳しい方はコメント欄にぜひコメントください。そして遠投に移ろうと思ったんですが、今ピッチングとかできたんですけど、うん、今天然芝の、はい、あの今メンテナンスでフェンスがあるのよ。あるね。
なんとメンテナンスでこの球場外野に入れなかったんです。しかし遠投で飛距離の違いを体感したいということで近くの球場を抑えました。車でさらに山の上に進んでいって到着したのはプロ野球使用球場ではないが、先ほどより標高が60メートルほど高い球場、滋賀球場に来ました。ここはネット調べによると飛距離が14メートル伸びるとされる。本当なのか検証してみたらとんでもない記録が出ました。それでは遠投をご覧ください。私の自己最高は92メートル。どれくらい伸びるのか、ステップランスでいきます。おお、ステップなしで 86? いいんじゃない？行くね。結構行ったね。行きます。お願いします。あれ赤いとこ行ってない？あれ？とりあえず赤いところ行ってるね。あっさり超えるんじゃないよ。ありがとう滋賀球場。マジ今ね、あんましっくりきてないね。いやでしょうね、うん、腕の振りがいつもと違うと思う。100いっちゃう。いやフェイス越したんやな。オッケー、うん、越したい。これ いけるな。いける。いきます。100m 投げた。なんとどんなに頑張っても到達できなかった 100m の壁が標高の高さのおかげなのか、フェンスを越えて推定 100m をあっさり越えてしまいました。これは空気抵抗のなさ感じましたね。 100m 行った。え？すげえ。ということで検証結果、 14m はさすがに伸びないが、 8m も遠投距離が伸びてしまいました。ちなみにこの日海星さん回転が鬼悪くてですね、参考にならなかったので割愛いたします。標高が高いところ海星さんは苦手なのか。改めて検証結果、18.44 の間はですね、ちょっとはっきりとはよく分かんなかったんですけども、遠投の距離は明らかに変わりましたね。空気抵抗のなさというものを体感して、しかも記録にも出てますから、標高が高いと飛距離が伸びるというのはもう大決定してると思います。本日は以上。明日は飛距離が爆伸びする球場で海星さんがバッティングしております。そちらもぜひ見てねー。